構造計算書偽造問題は2005年11月17日に国土交通省が千葉県にあった建築設計事務所の A 元一級建築士が地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していたことを公表したことに始まる一連の事件である耐震偽装問題事件とも呼ばれる一連の耐震偽装事件は発覚当初は 耐震強度偽装が組織的とも見られ、建築会社及び経営コンサルタント会社による組織的犯行と当初報道されていたが、後半では A 元一級建築士による個人犯罪と結論付けられた。東京地方裁判所は A 元建築士に懲役5年罰金180万円の実刑判決を言い渡した。一級建築士が行った。 国土交通大臣認定構造計算ソフトウェアの計算結果を改ざんした形での構造計算書の偽装を建物の建築確認、検査を実施した行政及び民間の指定確認検査機関が見抜けず承認した。地震多発国の日本において建築基準法に定められた耐震基準を満たさないマンションやホテルが建設されて、 いたという事実は人命や財産に関わるものであることから大きな社会問題となった。マスコミは震度5強程度の地震で倒壊の恐れがあると報道しており、殺人マンションと揶揄した。これを受けて警視庁は千葉県警察、神奈川県警察と合同捜査本部を設置して捜査に乗り出し、事件名を耐震強度構造計算書偽装事件と名付けた。 構造計算書を偽装した建築士、建設会社幹部、ディベロッパー幹部、確認検査機関幹部、コンサルタント会社幹部などの関係者らが承認喚問や参考人招致などで国会に呼ばれて答弁した。また、インターネット上では、キッコの日記というウェブサイトがマスコミに先行して本件に関する情報を流し、その結果として正確な報道が難航した。また、これにより、 政治家や官僚と業者が癒着の権威をかぶせられた。民主党、まぶ住す議員の秘書だった大西健介は、この事件でキッコと情報のやり取りをしたことを政策空間で紹介しており、キッコの日記を多数引用している。ただし、キッコの日記に書かれた情報は、ほとんどが誤情報であったことが後日判明している。2006年3月には、 北海道札幌市のマンションで2級建築士による構造計算書の偽装が発覚。2007年1月には京都府京都市のホテル2棟の構造計算書の偽造が判明し、このケースは A 建築士の個人的な犯罪に止まるものでないことからさらなる波紋を呼んだ。耐震偽装がなされたマンションの一つ。 グランドステージ東向島1998年3月15日、橋本内閣は建築確認、検査の民間開放と小建て住宅、プレハブ住宅等についての中間検査制度の特例を設ける建築基準法の一部を改正する法律案を国会に提出。従来は地方公共団体の建築主事のみが建築確認、検査事務を行ってきたが、 建築物の着工件数に比べ、建築主事など職員の絶対数が不足していたこともあって、事実上検査が行われなかったり、検査が行われた場合でも、ずさんだったり、おざなりな検査であったりしたケースが多発し、欠陥住宅災害が発生する原因となっていると、する指摘があった。日弁連などが建築士の協力を得て調査したところによれば、 建築確認と全く異なった建造物が建設された例や手抜き工事の例が発見され当時の建築基準法あるいは住宅金融公庫標準使用書日本建築学会標準使用書などが定める基準を満たさないものが非常に多いことが判明していたこのような背景から同法案は建築確認検査事務を民間の指定確認検査機関に文庫を、 解放するべきとしたものであった。同年4月24日の衆議院本会議で、新党平和、井上義久は、質問に立ち、阪神大震災の被害について指摘しつつ、ゼネコンやハウスメーカーなどの株式会社が集まって、指定確認検査機関を作ることもできる、法案であることから、公正中立な確認検査が、本当に担保されないのでは、 違反建築や欠陥住宅が増えるのではないかとの懸念を表明した。これに対し建設大臣河原力は確認検査機関の指定にあたり、役職員の構成や業務内容の中立性を審査するほか、役職員に公務員と同様の罰則を適用する措置を講じ、その建築確認の報告義務を課し、不適法なものについてはその効力を失わせる等の 措置を講じるなど万全を期すと答弁している。同年4月28日、建築基準法改正案が本会議で可決される。建築確認、検査の民間開放により、それまで地方公共団体の建築主事のみが行ってきた建築確認、検査事務を民間の指定確認検査機関を創設することにより、株式会社を含む 民間機関に解放された検査体制となった。同年5月20日の衆議院建設委員会では、日弁連消費者問題対策委員会の弁護士が参考人として発言、日弁連の調査で、欠陥住宅問題が極めて深刻な事態となっているため、欠陥住宅110番を設置したこと、そこに寄せられた相談事例は多数に上ったことを紹介。 建築士法十八条四項は法の趣旨として工事管理者を務める建築士が施工業者と対時関係にあることを前提として定められているにもかかわらず実際には建築確認の工事管理者届出における名義貸しの横行のほか施工業者の従業員となっている建築士が存在し施工業者と経済的つながりを持つ建築士の存在があると証言して 建築司法18条4項が私文化していると指摘。その上で、営利団体による公正な確認、検査に懸念を表明し、確認、検査業務は行政機関が責任を持って実施すべきだと主張した。これに対し千葉県柏市市長は建築確認、検査業務の実施状況を説明、残業時間が多いため業務が過酷であると訴え、建築確認、 検査業務は単に一定の基準に適合しているか否かを技術的に判断する作業に過ぎないため資格を持ったものであれば民間の技術者でも可能で業務を民間に任せることで業務窓口は広がりまた市民サービス工場にもつながりさらに違反建築物の是正指導力を集中することができるなど民間開放の利点を挙げた日本建築士会連合会 制度委員長の藤本正也は参考人発言で、確認検査機関の利用者の立場として、建築主事主導の機関と民間機関のいずれを選択するか、建築士にとって選択肢が広がる利点を挙げた。公正で適正な業務かどうかの疑問については、起有であるとした。これまで、いくつかの裁判が行われたが、構造計算書を偽造した建築基準法違反で有罪になった。 英元建築士以外の関係者でいわゆる耐震偽装そのものに関わったとした判決はない。ただし、木村建設元社長やヒューザー元社長が一部物件について英元建築士による耐震偽装の存在を知った後の対応に関する詐欺を犯したとする判決はある。藤沢市にかつてあったグランドステージ藤沢。最も耐震強度が低いとされた愛知県半田市の ビジネスホテル、センターワンホテルハンダ経営者が、A 元建築士の偽装によって建築したホテルを、休業、解体に追い込まれたため、愛知県とコンサルタント会社の責任を問い、損害賠償を求めて民事提訴を行った。2009年2月24日、名古屋地方裁判所は、ビジネスホテル側の訴えを認め、建築確認の際の注意義務などを怠ったとして、 愛知県とコンサルタント会社の責任を認め、連帯で5700万円の損害賠償支払いを命令する判決を下した。このような行政側の過失を認めた判決は、これが初めてである。2010年10月29日、名古屋高等裁判所は一新判決で、審査に注意義務違反の過失はなかったとして、愛知県の責任を覆す一方で総研の 単独責任をさらに重いものと認定、総研に単独で1億6千万円の賠償を命じる判決を下した。交際判決後、ホテル側は責任の所在について争うべく最高裁判所に上告したが、2013年3月26日に帰却されている。かねてから日弁連など一部の団体は、営利目的の検査機関が公正中立ではあり得ないとして、 法改正を批判していたが、A 建築士が構造計算書を偽装し建築確認申請をした申請先である民間機関の E ホームズ、日本 ERI は共に国土交通省が認定した構造計算システムの不備により簡単に偽装できることが原因であると反論している。現在、国土交通省のウェブサイトには A 元一級建築士による 構造計算書の偽装があった物件等が公開されているが、一覧表を建築確認申請日順で並べ替えてみると、最初の偽装物件である1997年5月の物件から2001年8月までは民間審査の物件は全くない。また、e ホームズに対して最初に確認申請された2002年9月は、ちょうど日本 ERI が 営業停止だった時期と重なる。この発表に対し、藤田東吾は、自らのミクシー上で、この問題の制度上の原因は、建築物の確認検査制度にあるのではなく、構造計算プログラムの大臣認定制度、偽装可能なプログラムを十分に検証せず、認定してしまった国交省と日本建築センターに責任がある。そして、 この大臣認定制度の不備を悪用した構造設計士が偽装を行ったのが原因であると述べた。AB、A、BA、建築士を刑事告発都内4物件対象に国交省、朝日新聞。 http://www.asafi.com スラッシュスペシャルスラッシュ051118スラッシュ tky200512050198 と html2020 年5月2日閲覧大西健介政治とインターネット耐震強度偽装問題での教訓制作空間2015年2月14日時点のオリジナルより アーカイブ。2020年5月2日閲覧。AB、鉄筋減らせと、圧力聴聞会で、A 氏説明業者は否定。朝日新聞。h t t p w w w a s a h i c o m s p e c i a l 0 5 1 1 1 8 t k y 2 0 0 5 1 1 2 4 0 3 8 4 h t m l 2 0 2 0年5月2日閲覧。 アパ3物件も偽装。東京新聞。つくい、ゆうた。事件で倒産したヒューザー元社長の望む、死にざま。日経ビジネス。https b u s i n e s s n i k シュビ日経 .com atcl ス e n シ19スラッシュ00014スラッシュ0 2 0 7 0 0 0 0 3スラッシュ2020年5月2日閲覧。 耐震偽装事件、有罪のヒューザー元社長が最新請求へ詐欺師とされたが否定できる証拠出てきた。産経新聞。 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.sanki.com スラッシュアフェアーズスラッシュニューススラッシュ150427スラッシュ afr150427 0005-n1.html 2020年5月2日閲覧。式守るカツホテル耐震偽装愛知県の過失認め5700万円賠償命令 毎日新聞。オリジナルの2009年2月25日時点におけるアーカイブ。https web.archive.org web スラッシュ20090225065855スラッシ http 毎日 .jp。セレクト、事件、ニュース、29225k000 メートル04007500。はい CHTML2009 年2月24日、閲覧。読売新聞2009年2月25日13、S 版一面、耐震偽装事件の道のり。センターワンホテルハンダ。2015年6月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年10月10日閲覧。なぜ進まぬ、久留米市の耐震検証。ネテブニュース。 p3https コロンスラッシュスラッシュ www.dat-max.co.jp スラッシュ2013スラッシュ05スラッシュ28スラッシュポスト 16452U03HTML2020 年5月2日閲覧池谷和弘月間マンション住民建て替え求め久留米市を提訴日本経済新聞 https www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ84584570 Z10C15A300 万, Z A 万2020年5月2日閲覧ありがとうございます